皆さんこんにちは、サクヤです。さあ今回もデイズゴン遊んでいきましょう。はい、メインのストーリーやっていきます。バイクで移動しながらでもいいかな、というか移動しながらじゃないといけないですけども、次行く場所なんですけども、一応ねそこにもね、強化アックスね落ちてますので、まあ、武器我慢してね、使わずに、ここまで待っててもいいかなと思いますけども。ちょうどミッションの場所にね、強化アックスあるので、それでもいいんじゃないかなと。なんだ今の受け方は。まあいいや、ちょっとね、ディーコンセリフなしかな。ここですね。ビジターセンターか。あれだな。さて。工房を探さないとな。厨房にあるはず。くそ、ブレイカーだ。は？ブレイカーブレイカーかよ。簡単にはいかないってわけか。しかも2匹いる、2匹。バカにすんなよ、お前。ちょ、こいつ、やばい。ね、叫ばれたら集まってくるぞ。マジで焦ったわ。ブレーカー気づいてるだろ、こっちに。ほら、待って、ブレーカー沿ったらいっぱいいちゃダメでしょ。一旦逃げますね。やばいって、それはやばいって。このコテージみたいなところね、ちょっとここに強化アックスがあります。さてここであの探し物しなきゃいけないのか。ちょっと上登りでな。どうにかしていけないかな。ブレイカーを倒さないと。オッケー。ヘッドショットならいけると。で今回ちょっと連射できるんで、あ、ちょっと待って、あれもブレイカーじゃねえ、ふざけんなよ。待って、ブレーカーじゃない、あれ。ねえ、ほら、早く、動きが早いよ。出てこないかな。もうフリーカー進化してるって言ってたからね、もうブレーカーになっちゃうんでしょうね。怖えんだって、どっちにいるかわかんねえもん。出てこないよな、あいつな、大丈夫か。バスの裏側かな。さあ気づいたか。ほら見えてんぞ、お前、頭がぴょこっと。あら、あら、なんで外した。 OK。 さあこれで一安心じゃない。あいつもうトイレに引きこもってるからね、まあ大丈夫でしょう。さあお肉だよ。これ感染しなかったのか、こいつ。では、多分この中じゃないかな。この建物の中にね、酵母がありますので、それをいただきます。
どっから入るんだろう。ここか。こっちも敵いることになってんだよな。どういうこと？特に反応はないんだけど、遠いのかな。ちょっと待てよ。ちっちゃいのがうろうろしてんな。あいつ縄張り入ってくると襲ってくるからな。酵母ないですよ。あ、これか。これで、よし。これで足りるか。待って。ゆっくり感とブレイカーにバレて追いかけられる可能性がある。ね。なので乗ったらささっと行きます。危ない。とりあえず一旦逃げるぞ。よーし。見てか、ショーイ。こちらセントジョンだ。聞こえるか？ディーコン、セントジョン伍長、何？要求書に書いてあった酵母を手に入れたが、量は多くない。あ、大丈夫。手に入れば十分よ。で、気になってたんだが、これは？今は手が離せないの。届けに来たら聞いて、じゃね。冷たいな、サラ。ああ。まあいいか。よし、ただなんかアックス見っけなかったね。危ない危ない。まあ大ダメージ。サラ少尉、お待たせしました。もう少尉。ねえ、そういうのやめてくれない？はい。確かにいろいろ変な感じだけど、仕方ないでしょ。変ってのは、俺が10人以上の野郎と同じ兵舎に放り込まれてるってのに、嫁はテントに一人で暮らしてることとか。リーコ。その上、嫁に会えるのはお使いが終わった時だけ。別にどこも変じゃないだろ。酵母ね、ありがとう。ああ、パンでも焼くのか？オーブンがいるなら探してくるぞ。違うの、これでウイルス、タンパクを作るの。それが抗体の生成を。ってもちろん皮肉で言ったのよね。パンもウイルスタンパクも俺には同じだ。ねえ、待って。これを。ありがとう。さっきも言ったろ。残ってくれてよ。はい、ありがとう、完了。ただよくよく考えると、なんで今生きてる人たちはウイルスに感染してないのっていう話ですよね。ね、あのネロの人たちはさ、あのウイルスに感染しないようにね、完全には防御服というかさ、防護服着てるのにね。ああ、違う、それはこっちに。そうだ。さあ、次のセントジョンミッションですね。ドック、ヒメネスだ。いるか？いや、ドック、聞こえてる。なんか用か？ああ、いたか、よかった。診療所に寄ってくれないか？ああ、どうした？何かいるのか？ああ、いや、そうじゃない。腕を見ようと。腕？いや、見てもらう必要はない。その火傷はかなりひどい。甘く見ない方がいい。感染症になるぞ。いいから来るんだ。
分かったよ、行けばいいんだろ。じゃあな。もう完全にお見通しでしたね。ではね、ちょっとバイク直してから行きます。デーカン、いや、校長、よく来てくれた。カレブ、デーカン、いや、校長、またな。いや、もういいよね。校長、校長、調子は？待って待って、意外と遠いとかないよね、大丈夫。さて、じゃあ、テントに行って、あ、この上か。この上にあるテント、お待たせしました。ヨドク、そのようこそ。ほら、こっち座って。どれどれ。で、どこのクラブの所属だ。ああ、何のことだよ、ドック。バレバレだぞ。いいか、俺はロスでモーターサイクルクラブのバイカーたちの面倒を20年見てきたんだ。見ればわかる。それに、これはストーブの跡じゃない。よし、汚すなよ。そしたら自然に治る。あとは残るが、数日後にまた経過を見せに来てくれ。ああ、分かった。不思議だな、フリーカーが来て初めて何十年もいがみ合ってた連中が団結して戦った。ラテン系、白人もアジア系も関係なかった。人が団結するきっかけってのは分からないもんだ。ありがとうな。バレバレだぞ。完了です。まあ、アディがね、この軍隊に耐えられるんだったら、いろいろね、学べることがあるでしょう。そんな感じですね。まあ、10位なだけじゃちょっと心配ですからね。さあ、次のミッションですね。次のはまた、セントジョン来たぞ。俺だ、テイラだ。テイラ、ヘルプミーテか。久しぶりだな、おい。ターゲットを深追いして消されちまったのかと思ったぞ。ああ、やつらの縄張りまで来たぜ。なあ、助けてくれ。今クレーターレイクの南のキャンプにいる。サウスリムドライブのそばだ。テイラ、よく聞け。何をやってるかわからないが。あ、くそ、やめろよ。おい、離せ。あ、くそ。テイラ、テイラ、くそ。さあ、じゃあね、喋るかよ。こちらのミッション行ってみましょう。ここか。また随分と遠回りしながら行きますね。喋るかよ。テイラーを救出する。ここ、ミッション選択いきますか。ウィテカー少尉、セントジョンだ、いるか。個人チャンネルに切り替える。待って、ディーコンいる？ああ、その要求書を見てたんだが、計算円ってのが必要なのか。そう、計算円、カラムクロマトグラフィーに使うのよ。ああ、カラム、なんだって。ごめんなさい、うまくいってる研究があってそれに必要なの。ああ、そうか、どこで手に入る。ごめん、要求書に書き忘れてた。南西にあるマザマビレッジの近くに雑貨店があるの、そこにあるはず。ああ、わかった。ありが、何でもない。よろしく、校長。了解だ。少尉、それじゃ。計算円、そもそも計算円ってなんだよ。命令やすりゃいい。まあ、多分近くだと思うんですね。南西って言ってたから。あ、全然違うわ。まあ、こっちのキャンプもついでに次行くときは仕留めちゃおうかなと。まずはテイラーを救出しましょう。セントジョン、こちらクーリだ、いるか。また仕事か。タイ、いるぞ。念のため教えておくが、大佐は毎日夕方に先生の場でちょっとした話をするんだ。なるほど。ざっくばらんな話ではあるが、全員出席が求められる。
了解、大尉。以上だ。マジかよ、火を囲んで神木でも測ろうってのか。で、新しいミッション歓迎する。あ、これがですね、あの、限定、まあ、期限付きというか次元のやつ で最終的に、まあ、クリアした後はね、このちょうどのあたりかな、ボイスレコードで回収できるんですけど、まあ、その前にはね、やっておきたいと思います。あの青いやつね、野党の罠の可能性あるからあんま行きたくないんだよな。人だったね今。キャンプの場所さえ吐けば生かしてやるっつってんだぞ。くたばれ。聞こえてないみたいだな。どうやら耳が悪いらしい。誰がてめえらなんかに喋るかよ。これで聞こえるか。もしもし、さっさと連れてき。おい、どうだ、こいつを民兵に持ってってクレジットに変えるってのよ。なんてやつらだ。待ってろテイラー、すぐ行く。ここのやつらやっべえな、マジで。とりあえずマーキングしましょう。あ、やっぱ俺銃を修理していくの忘れたな。 47%。 さて、まあこいつから打ちのめすか。なんでバレた。やっぱ草むらから撃つべきだったか。アウチ。弾がやべえな、マジストックするの忘れたのに痛い。あと2人かな。もう降りるか。いや、あいつら気づいてなかったんだ。やっぱ遠くからこれね、スナイパー撃つの楽しいね。届くかな。フラググレネード。おい、話したいだけだ。あんた俺たちの仲間にならねえか。ならねえけどな。中に入るんだ。あ、中に入る？どういうことだ？あ、シェルターか？ん、いや、鍵かかってんのかな。あ、出た。お得意のピッキング。うまくいった。人質が死んだ。
はいはい、わかりましたよ。ではですね、貫通するショットなんだけど、これで終わりだな。どうやって中に入るんだ。さあ、ですね、今回はこんな感じでスナイパーでサクサクいっちゃいますね。同じ失敗は二度としたくないな。よし、大丈夫か、テイラー。ああ、その、正直言って、いまいちだな。ああ、これ、ひでえな。いいか、よく聞け。これを耳に当てるんだ。よし、それじゃ、ここで待ってる。クーリ隊に連絡して迎えを呼ぶから、いいな。うん、分かった、そうするよ。しかし、ほんとグロいやつらだな。さあ、命令すりゃいい。で、計算円の袋を見つけると。はい。まあ。まあまあまあ。今回はね、まあ、時間の切りがいいので、ここら辺にしてね、また次回遊んでいきたいと思います。リーコン、聞こえる？ねえ。ああ。話したいことがいろいろある。ショイ。このチャンネルは安全よ、リーコン。そうか。あなたが残って手伝ってくれてること。本当に感謝してるのよ。簡単なことじゃないってことは分かってるの、ちゃんと。いや、ああ、別に気にしなくていい。それにここを離れたら、もらった帽子も返さなきゃならないだろう。ちょっと気に入ってるんだ、これ。そうなの。じゃあ私、仕事に戻るわね。酵母がペトリザラから溢れそうになってるから。そっか、ウイルスタンパクがうまくできたら取っといてくれ。腹が減った。食べちゃダメ。それじゃあね。はい、ということで通信も終わったのでここで終わります。それではまた次回のデイズゴンでお会いしましょう。今回はこの辺で。クーリ隊、こちらセントジョンだ。いるか。クーリだ。今ウィテカー少尉と話していたな。伍長、あなたのおかげでどれだけ助かってるか伝えてたの。ああ、そいつはどうも。だが今連絡したのはタイ。ああ、サウスリムドライブのそばに野党のキャンプがあったんだ。野党？島の近くに？いや、そうじゃなくて、聞いてくれ。そいつらはもう片付けたんだが、テイラー二等兵が奴らに耳を切り落とされて。大丈夫なの？テイラーだと？なぜそこにいた？ああ、命に別状はない。テイラーが何をしてたのかわからないが、ドク、ああ、ヒメネス隊を呼んでくれないか。今からそっちに座標を送る。すぐドックに伝える。じゃあ。